ットちゃんって知ってますか？不思議な超能力を持ったちょっぴりお茶目で可愛い女の子なんです。本当はおしとやかに女の子らしくしていたいんだけど、そこは正義感の強いリミットちゃんのこと。いじめっ子や悪いことをしている大人たちを見ると黙っていられません。自慢の超能力を発揮してコテンパンにやっつけてしまいます。では最初にリミットちゃんの家族とお友達の紹介をしましょう。まず西山博士、リミットちゃんのお父さんで偉大な科学者なんです。それからお母さんのいないリミットちゃんを優しく面倒見てくれるバーヤ、それにお父さんの作った愉快なサイボーグ犬グー。これがリミットちゃんの家族です。そして仲良しの友達もたくさんいるんです。喧嘩は強いんだけど、高いところは点で弱いボスや親友の浅見信子ちゃん、そして弟の智夫くんなどです。リミットちゃんはみんなに囲まれて幸せなんだけど、たまには平凡な人間の女の子になりたいと思って悩むこともあるんです。昔は普通の女の子だったリミットちゃんがどうしてサイボーグ人間になったんでしょう。それにはこんなことがあったんです。ある日、リミットちゃんはお母さんのふるさとへ旅行に行った帰り、飛行機事故に遭いました。そして命も危ないという時に、西山博士は愛するリミットちゃんをサイボーグ人間にして生命を保つことに成功したのです。こうしてミラクル少女リミットに生まれ変わったのです。さあ、ここでリミットちゃんの絵を描いてみましょう。かわいいお顔でこんにちは、真っ赤なベレーに白い襟、いつでもつけてるペンダント、青いパンツも似合うでしょう。何にでもたちまち変身しちゃう、私はサイボーグリミットちゃん。順々に描いていけば、ほら、かわいいリミットちゃんが描けたでしょ。グーも同じように描いてね。なんだかおかしな玉ねぎだ、角がニューッと出てきたぞ。おひげかな、丸いお腹、かわいいおててがちょこんとついてる、日本の足でちょこちょこ歩いちゃう、丸いお目目の僕はグーだぞサイボーグ犬。リミットちゃんはお父さんからやたらに超能力を使ってはいけないと言われているんだけど、困っている人を見るとつい使ってしまうんです。そうそう、この前もこんなことがあったんです。ある日、リミットちゃんのところに親友の信子ちゃんと智夫くんが
慌ててやってきました。空き地にサーカスから逃げ出したライオンが現れ、ボスが追いかけられているというのです。え、急がないと大変なことになるわ。ディミットちゃんはフライングバッグにグーを乗せると空を飛んで空き地に向かいました。空き地ではボスが真っ青になって逃げ回っています。いえ、怖いよ、助けて。そうだわ、変身タイマーを使って、えい。調教師に変身したリミットちゃんは見事な鞭さばきでライオンをおとなしくさせてしまいました。あれ、ライオンは？俺夢を見ていたのかな。やっと気がついたボスはいつの間にか檻に入れられ去っていくライオンを見て目を白黒。どう？リミットちゃんはこんな風に変身することもできるんです。それから他にもいろんな秘密の道具を持っているんですよ。いつもかぶっているベレーはマジックベレーになって伝書鳩や電話の役目をしたり、ダンシングブーツでゴーゴーやタンゴを踊ることもお手の物。チェンジペンダントは着ているものをいろいろな服に早変わりさせることができます。マジックリングからは素敵な花の香りを出したり、透視コンパクトは30センチもの厚さの壁などを透視することができるんです。それからフライングバッグにつかまると空を自由に飛び回ることができます。でもこれらの道具はあまりお友達の前では使わないようにしているんです。だってリミットちゃんがサイボーグ人間だってことが知れてみんなが遠ざかったら大変ですもの。ではここでリミットちゃんのお友達の絵を描いてみましょう。まず大きなお腹のボスからです。ふんわりあんぱん学生帽、えへんと威張って歩いてる。大きなお腹ゆさゆさ、ズボンもベルトも大きいぞ。喧嘩は一番強いんだ。それがこの俺ボス様だ。さあ次はメガネの信子ちゃん。おやおや、ふっくらお餅かな。ふんわり髪の毛縛ってる。丸い目二つ、鼻と口、トレードマークのズボンつけ、 T シャツ着たらお出かけだ。リミットちゃんと仲良しのメガネのノブちゃん、おちゃめさん。みんな上手に描けたかな？リミットちゃんは変身タイマーでいろんな人に変わることができるけど、もしあなたが変身できたらどんな人になりたいかな？